こんばんは、キマウシです。今日はフローレンスというゲームで遊んでみたいと思います。それではゲームスタート。チャプター1、成人期。フローレンスよ、25歳、7時起きなさい。7時15分起きなさい。わかるけど寝坊しますよ。あ、大丈夫なのね。どうしたらいいの。あ、わかるかな。プロコンのね、スティックをこうゴシ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 動かして歯磨き完了。通勤中？いいねにしとこ。全部いいね押そう。よかったね。リツイートはあまりしない派ですね。はい、いいねいいね。9時。おはようございます。え、どれなの？神経衰弱？見えてる神経衰弱ね。あ、もしかしたらお金余っちゃうかも。当てたのかな？え、お母さん？もしもし？何？うんうん。私の彼氏を見つけなくてもいいから忙しいの。忙しいのかな？大丈夫よ。後でまた話す。もう忙しいの。どうしたの、お母さん。どれ食べよう。サーモンかな。サーモン最後にしよう。早食いはいけないけどね。よく噛んで食べてね。私もね、どちらかというと早食いなので、気をつけます。あ、お醤油。お醤油かけた？大丈夫？何見てんの？バラエティーかな？あ、歯磨きね。はーい。ゴシ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 。奥歯しっかり磨こうね。これしっかり磨けてるかな？奥歯を磨きたい。前も磨きたい。また寝ます？寒くない？大丈夫？肩冷えますよ。チャプター2。思い出。掃除機かけてるね。えらいね。お、ちょっと詰め込みすぎじゃないかな。収納大事よ。あー、かわいい。ぬいぐるみとお人形とアルバムと、わかる、サイン帳持ってたよ。何読んでるの？7歳だ。得意なものは？あ、これか。私あんまりセンスないけど大丈夫？星様は最後にしようか。色も変えられるの？ここで。はい。あ、すごい、かわいい。え、なにこれ？えい。あ、こんな柄もできるんだ。せー、すごいかわいいじゃん。やっぱ丸を貼り直そう。はい。できた。OK。おお、白がある。白貼りたい。え、左右対称になるの？もうかわいい。あんまり柄物はちょっと強く貼りたくないな。でもこのピンクかわいい。どうしよう。大きさ変えられないのね。で、この丸を中央にドン。あまりセンスないかな。はい。蝶々。こういう遊びが好きだったの？あら。教育ママか。見張られてるじゃん。かわいそうに。得意科目は英語でした。
さあ、何足したら24になるかな？合ってる？12足す4は16。2足す6、6好きだな。私は優秀な成績を収めたでしょうか。私は算数数学はかなり苦手でした。頑張れ、7歳。お、え、なにこれ、またスティック使うの。時計をぐるぐる回してみようか。7歳、9歳、11歳。みんな違う趣味ができたり、友達ができて離れていくの？ 14 歳、15歳、16歳、そして、19歳、20歳。一人になっちゃったの？まあ、一人になったというか、その頃の友達との付き合いがなくなったって考えたらね。25歳。あまり友達は作らないタイプだったのかな？わかる？私もそうだから。友達になる？その頃の、なるほど、思い出の品が出てきたのね。あの頃は楽しかったなって。私も小学生の頃作った、工作、絵は置いてたね。何考えてるの？チャプター3、音楽。どんな曲が好き？私ね、インストルメンタルが好きですよ。どうした？いいね、押そうよ。よかったねって。いいと思うよって。え？電池ないの。貸してあげようか？モバイルバッテリー持ってるよ。アンカーのでよければ貸すけど。お、お、音楽が私を救ってくれるの？いいね。どんな音楽があなたを癒してくれるんでしょう。うわ、救われたんだ、音楽に。いいね。どこにでも飛んでいけますか？お手伝いしましょうか？でも一人でできるならね。はあ、よかったね。いいよ。音符全部拾おうか。寝転ぶの？よいしょ。あ、チェロ？チェリストですか？コントラバス？どっちだろう。あら、一目惚れ？一聞き惚れ？チャプター4、衝突。気をつけてね。ん？どういうこと？あ、ピント合わせるの？あなたと私のピントは合いますか？この辺がピント、ピント合わせよう。あったかも。あの人だ。知ってるあの人だ。よそ見しちゃダメよ。これは事故だね。時すでに遅し、私がピント合わせるのが遅かったから。このピント合わせたくないけど。鮮明に思い出したくない記憶。これは事故でしょ。怪我は一生ものですよ。飛び立ってる？事故だね。ヘルメットしてたからいいもの。帰ってらっしゃい。あなたを心配する人はいっぱいいますよ。お母さんも心配するでしょ、こんなの。合いそう。あとちょっと。あった。お待たせ。
三つ丸よ。これは、さっき見た、男の人かい？三つ回せられるかな？視界が歪むのはかわいそうだね。大丈夫、諦めないから。合わせてあげるけど。まずここから探って、人間っぽい形。お、ずいぶん近づいてきたんじゃない？ここだ。いる、ここに。いた！え、目の前にいるの？はぁ！運命ってやつじゃない？頬が赤いよ。軽傷で済んだのね。よかったね。クリシュ。電話番号かな。あ、お付き合い始めるの？チャプター5、付き合い始め。カフェだ。照れてる。初めての彼氏かな。ん？うんうん。ん？これは何？パズル？どんな会話をしようか。趣味の話？音楽の話？いつもあそこで演奏されてるんですか？みたいな話しようか。最初はたわいもない会話から始めよう。難しいことは何も喋らなくていい。今日天気いいですね、とか。私、長袖なんですけど、寒くないですか？とか。聞いてみよう。どう？うんうん。どう返してくれた？話続きそう？顔曇ってない？ちょっと印象違ったのかな？それとも楽しかったの？結構気にしちゃうよ。大丈夫？うまくいってる？食べ物の話をするといいよ。昨日何食べましたって。私昨日何食べたかな？あ、寒かったのよ。だからね、キムチ鍋にしました。そんな話はいかが？ん？クイーンビクトリアマーケット。お買い物するの？何買った？それは何？クレープ？パン？美味しい？はい、とっても美味しいですって会話しよう。あ、よかったね。笑顔じゃない？こういうの好きなんだ。はい、とっても大好きです。とろけるチーズが入ってたら最高だね。よいしょ。僕も好きなんだよ。よく食べるよ。あ、食の好みが合いますね。じゃあ今度一緒にラーメン食べに行きません？美味しいね。豚骨ラーメンさん知ってるんですよ。いいね。じゃあ僕はチャーハンもつけちゃおうかな。私もチャーハン大好きです。行こうよ。その次は何食べます？食べ物の話ばっかりしてるな。私ね、ペペロンチーノが大好きなんです。あー、いいな。ペペロンチーノって作るの難しいよね。そうですね。だから外で食べに行くんです。なるほど。でもね、冷凍食品も結構頑張ってるんです。わかる。最近の冷凍食品って美味しいよね。という会話をしててほしい。あら、ずいぶんおしゃれになって。奥のカフェ？レストラン？後ろの人が蝶ネクタイつけてるから結構いいお店じゃない？なんか二人とも綺麗になってない？恋をしたから？あら、お酒をたしなんでいる。
美味しいお酒かな。強いお酒飲んだらドキドキしちゃわない？あら、あ、ピースが二つしかない。簡単。僕たち、私たち、お似合いのカップルかもね。はあ、これはお付き合いしませんか？はい、喜んで。居酒屋みたい。はい、喜んで。一緒に動く。これがはい喜んでやったのかな。よろしくお願いします。はい。あらら、おめでとう。よかったね。おめでとう。うん、夢、彼の夢かな？それとも